ハロルド・キトソンは南アフリカクワズール・ナタール州リッチモンド出身の男子テニス選手。フルゲームはハロルド・オースティン・キットソンといい愛称のハリー・キトソンで文献に記載されることも多い。南アフリカにおけるテニスの黎明期を築き、1912年、ストックホールムオリンピックで男子シングルス銀メダル、男子ダブルス金メダルを獲得した選手として知られる。 彼は1908年ロンドンオリンピックにも参加記録があり、当時最初の本格的なテニス選手として活動した。南アフリカが近代オリンピックに初参加したのは1904年セントルイスオリンピックからであった。1908年のロンドン五輪における南アフリカ選手団は総計14名で、その中に3人の男子テニス選手が含まれていた。 当地最初のオリンピックテニス代表選手は、ハロルド・キトソン、ビクター、ゴーン・トレット、ジョン・ P ・リチャードソンの3人であった。ロンドン五輪におけるキトソンの初挑戦は、シングルスは初戦敗退であったが、ゴーン・トレットと組んだ男子ダブルスで、イギリス代表のチャールズ・ディクソンクレメント・カザレット組との準々決勝まで進出した。ロンドン五輪の男子シングルスでは、 リチャードソンがベスト4まで勝ち進んだ。1912年のストックホルム五輪では、南アフリカ選手団は21人に増えた。男子テニス選手3名のうち、キトソンだけが、ロンドン五輪からの2回連続出場で、チャールズ・ウィンスロートエリック・タップ・スコットの2名が初、出場した。14歳年下のウィンスロート組んで、38歳のキトソンは、ストックホルムで活躍した。 男子シングルスでは、キトソンとウィンスローが同国人選手同士の決勝対決を実現させ、キトソンは、ウィンスローに五から七、六から四、八から十、六から八で敗れて、銀メダルになった。男子ダブルスでは、キトソンとウィンスローのペアが決勝で、オーストリア代表のアルトゥール・ツボーツィールフェリックス・パイプス組を四から六、六から一、六から二、六から二で破って、 金メダルを獲得した。こうして、キトソンとウィンスローは、南アフリカ選手団に3つの金メダルをもたらした。オリンピックの競技成績以外では、キトソンが、どのような生涯を送ったかについてはほとんどわかっていない。ストックホルムで2つのオリンピックメダルを獲得してから39年後、ハロールド・キトソンは1951年11月30日に、 クワズールナタール州ウムコマースにて77歳で亡くなった。ありがとうございます。